第61回競輪祭、小倉競輪場で開催されます。ナイター G1 6日制の長丁場として、開催されます。男子、108名いることで、一次予選が12個レース、まず初日に8個、そして2日目に4個、まあ、2日目にもう1回その、一次予選の2回目というのを4個行い、3日目に8個残りを行う、その2走のポイントによってダイヤモンドレース、そして二次予選の A、B というふうに、行き先が分かれてきます。まあ、その大敗をしても取り戻すチャンスがあるということで、この、まあ、一次予選に関しては2走をしっかり走り切るということが大事になってきます。もちろんその連勝でダイヤモンドレースに行ければとてもこう大きな、有利になるので、まずそこを狙っていく、まあ、みんなにそのチャンスがあるというところで、男子選手の下克上も、可能性として残ってくる感じになります。ガールズ競輪は2つのシリーズ、A のトパーズと B のアメジストという形で、14名の戦いになっていきます。まあ、これは普通のシリーズのように、1日目2日目をポイントで勝ち上がって決勝戦7人、これを2つのシリーズに分かれて行います。優勝すればガールズ競輪グランプリ2019に、まあ、権利として取れる。今賞金でまあ5人ぐらいはもうほぼ決まっているかなというところなんですが、まあ、小林優香が下の方から上がってくるのか、また他の選手もチャンスをつかみに来るということで、ガールズ競輪グランプリの出場7選手というのは最終的にどうなるのか、本当にこうまだ分からないといったところであります。まずは初日、男子8個レースの中から1つと、ガールズの4個のうちの中から1つ、予想として出していきます。ガールズ競輪のトライアルの A トパーズの11レースを狙います。初週としては3番の小坂智子、1番高木真備、2番石井貴子千葉、6番の石井博子、4番の大久保佳林、5番土屋樹里、7番鈴木みのり、ぐらいで見ています。まあ、実際この大久保や高木が先手を取っていくところ、両石井、石井貴子、石井博子が位置を取って、まあこの石井のワンツーだったりが人気になってこようかなと思いますが、まあ石井貴子、まあここに向けて仕上げてきてると思いますが、まあ、流れにこの外枠から弘子が乗ってきそう、高木や大久保が前に前に行っているところで、ちょっとシャバン後ろですけれども、5番の土屋が、まあ波乱の目ではないか、まあ、うまく、まあ、ついてくる形になるとは思いますが、1番高木、4番大久保の動きと石井弘子に土屋が乗ってくる、1番4番5番6番のボックス、まあ、ちょっと後輩と石井貴子を切るのはちょっと、無謀なかなというところもありますが、まずもう初日から大きい配当を、狙っていきます。男子の初日の一次予選の1走目、7レースを狙います。並びは4番8番坂本隆史、斉藤俊信、9番1番6番清水博と渡辺哲夫、山中貴雄、5番2番山田久範、南修司、7番3番根田隆に神山拓也になります。まあ中心はやっぱり清水博人なんですけれども、清水常に言っているように、初日どうしてもピリッとしないということが多い、まあもともとがネガティブなコメントがちょっと多い方ではあるんですが、まあやはりちょっとその不安の口にしているというのは、まあ本当にまあ鵜呑みにするまではなくても、まあ本当のことだろうという感じがあります。そしてこのメンバー、根田隆が先行を取りやすい構成、坂本隆もここはやり合ってまでは、行きづらい、山田久範は中段をしっかり取って、清水を後方に置く流れ、根田がペースをつかめば、まあ、今年の本当夏場後半の充実ぶり、まあ豊富県さすがに疲れてましたけど、そこから調整をしっかり入れてきて、まあ、ある程度リフレッシュな状態で走れる、後ろは、まあ、横に本当に振ってくれる神山拓也、根田が押し切って、まあ、清水もちょっと 2、3着が来ると配当落ちそうですけれども、まあ、いろんな突っ込んでくる南修司や斉藤俊信もいると思うと、7全然で、大きい配当を取れると思います。
特にガールズ競輪、前半の3日間で終わるわけですけれども、小林優香が一番の注目、そして小林優香と児玉碧が別のシリーズになっていることで、お互いが実力者同士で決まるのか、もしくは、116期としては1人吉岡しおり、また昨年、いいところを見せてくれた佐藤美奈や、昨年本当大逆転の優勝で権利をつかんだ梅川風子、本当に何が起こってもおかしくないレベルが非常に上がっている、前件日にガールズの選手たちがメンバー表を見ている時でも本当にどのレースも、普通なら決勝戦ぐらいのレベルだなということで喋っていました。本当に白熱したガールズの3日間になると思います。男子はまずはちょっと慎重に行くのかなと思われる一次予選の2本、前半戦注目して見に行っていきたいと思います。